を切りました。こんなもんかな。はい、トリックアンドトリート。リセちゃん、ボスさん、レイチェンさん、四面鳥六さん、読んでたら、読んでたら、カードかな。ボスさん、ハッピーハロウィン、サンズアップ、切りました。ハッピーハロウィン、ありがとう。なぎさん、バナナ、ありがとう。バナナ、おやつ入りますか。入らん。ペンギンキングさん、ハッピーハロウィン、ありがとう。お菓子くれ、みんな、ありがとうございます。と、で、みなもさん、バナナをくれなきゃいたずらするぞ。だからやめてください。ありがとう。表面張力さん、ハロウィン、残り30分、トリック、お、トリート、いたずらもするし、お菓子もくれよ。ありがとう。イクさん、コンリリ、バナナがないので、代わりに小切手でいいですか。小切手のが、よくね。小切手ください。ありがとう。カレンダインさん、名刺ギフトありがとう。みんなにハロウィンプレゼントだ。なぎさん、アレックさん、ハッピーハロウィン、ありがとう。はい、さっき山田話し始めなくていいか。ナレさんも、プープレさんも、ハッピーハロウィン。つけぬこさん、お菓子あげるあげた。ありがとう。はい、皆様、ハッピーハロウィン。キティさん、ホットドッグ。炭治郎さん、バナナありがとう。ホットドッグは、おやつじゃないよ。なるさん、お菓子いっぱいありがとう。チョコ、アメちゃん。坂田さん、アーモンドチョコいただい。なんでアーモンド限定なんだ。ありがとう。マカダミアナッツにしてくれ。チェンジで一旦落ち着いて、まだハロウィン終わらないよ。えのきさん、ふうかさん、ありがとう。えのきさん、ハッピーハロウィン。ふうかさん、バナナありがとう。はい、みんなありがとう。ハッピーハロウィン、コンディリ、天国へ到達したはずも。してくれます。ありがとう。Thank you。 今日は盛大に寝坊しました。その理由はいろいろ外に出ていたから。力を使い果たし爆睡しました。ちょっと調子が良かったら歌おうかと思ったんですけど、わからん。まだ数曲ならいけるかもしれん。わからんけど。はい、気づからんかった。コウガさんもお菓子ありがとう。トンプーさん、お菓子ありがとう。みんな落ち着け。後でな。嘘。はい、坂田さん、赤髪をつこう、ありがとう。ゾンビって何なの。ボカロ。はい、ありがとう。ちょっとね、最新じゃないけど
iPhone 買ったった。はい、だからかなんかおかしいかもしれない。ハロウィンだけどちょっと脱ぐか。
徘徊もあるんで、理由お楽しみに。はい、またチカチカ分からんけど発表します。よろしく。はい、ほんで今日ね、サムネに新しく門番先生のイラスト使わせていただいたんですけど、めっちゃ可愛くないですか。ハーフツインの言ってたらちょうどモーバー先生来た、コンビリ。いや、めっちゃいいんですよ、これ。ほんとごっと。これ、ちょっとアップになってるんですけど、ソファに座ってる構図になってます。しかも、脱いで。セラボを脱いで座ってるです。いやー、最高ですね。そう、これはね、持ってないリーコアテに、リーコアとかメッド、お願いしました、お願いしますって。うん、でもそれ以外にもショートも書いてくださってるんだよ。神。いやー、真相たくさん書いていただいててね。でも相変わらず圧倒的ショート、やっぱショートが書きやすいんですかね。ショート率がすごい。やっぱ S さん的にはショートの方が書きやすい。単に可愛いから。ありがてえ。なら、いっか。はい、これがいいんだろう。ショートがもうちょいアップにするか。意外とお披露目以外でアップにしてないから、かわよーい。ちょっと最高やな。ダントツ人気。はい、力のないババさん、ありがとうございます。コンディーです。いつもたくさんの配信ありがとうございます。お体に気をつけて、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっとね、もうちょいしたら歌ってみようかと悩んでるんですけど、いけるかな。今日病院も行ってきたんですけど、だいぶよくなってるんで、でも正直緊張する。最後に配信で歌ったのってそれこそ誕生日で、その時ね、ひどかったんだよね。久々に過去の歌っ子聞いたら全然違ったとか、過去の配信違った声は、そりゃ心配されますわと思って。うん、最後の歌っ子カスカスでした。良くなってるけど、なん
か、お医者さん的に謎なとこがあるらしくて。国立医大みたてなところに行くらしい。行くらしいじゃない。紹介された。だいぶ先なんですけどね。手術するとかではない。今と結構違った。やめろ、劣化したっていうの。国立に出荷されます。のど飴はね、あれなんだろう。中国か、台湾、どこだったかな。京都人参飴みたいな飴が一番効くっす。精密検査とかではない。なんか声の専門の人がいないから、もうちょい詳しく見ようかみたいな感じ。うん、そうそう、設備がいいところで見る。うん、はい。エアコンずーっと一年中電池のそこについてるけど、そりゃ関係ないと思う。うん、単に一時期やりすぎただけでは。ちゃんと役立ったからね。でも12月なんだね。遠すぎでは。個室もしたですね。うん、もうあと5分なんだけど。12月だよ、遠くに。そう、今のうちに。ハロウィンの歌を歌うなら今のうちすぎる。うん、なんかいっか。ハロウィンっぽい曲、ケボンヌ歌えるとは言ってない。あと4分だ。なんで君が、
ゼム。このもか？でかいかも。でかいかな。ザカランタ咲いた、無礼を飲み交う演説会、どこへ行こうか、愉快に泣いた歌。小さそう。ザックは笑った、痛な感情置いといて、チョコレートちょうだい、下船に泣いた歌。しか二人無線で揺れた、食わず嫌いはカボチャのパイ。寝るラブ。あ、デスクトップ音声入ってない説がある。ちっちゃい。こんぐらいっすか。なくなったつまらないや。いきなりセクシーに歌ってしまったぜ。で、早かったー。魔法に敏感鉄塔とまずは硬化した、睨んだようだった。ジャックは気取った、意外な感情を持っといて、マンダラ消されたウランダようだった。いや、ここわからんかもしれん。意外と歌える。でも分かった、持ち上げよう。夏は許された、めくりつく管の中、なんだありの中、また眠る。音上げすぎて分からん。これ以上上じゃ曲げれんかもしれん。マイクがでかいか？たた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 。こんなもん？たた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 た。いい感じになった。マイク下げたらちょうどいいかも。あー、ミスパンプキン、お迎えにあがる。なんだっけこれ、別のやつ歌ってみよう。可愛い系にしよう。きなこさんありがとう。11月来ちゃっただい、風っぽいので挨拶だけ。大丈夫ですか、気をつけて。意外とでも歌えるようになった気がする。声がはっちり後ろに、声がでかすぎるんじゃないか。カレンダインさん、メッセージギフトありがとう。めっちゃ送ってくださってる。はい。可愛い系か。ハロウィンといえば、これ。彼女こそ、私のエルスなのだろうか。突然歌アクになる。タララララタタタタ。いやー、収穫祭ですからね。収穫
歳にぴったりの曲ですね。一人娘はせっせと種をまく、変わらぬ過去に訪れぬ未来に、不毛な恋と君は笑うだろうか。それなら君は幸せなんだろうね。寝雪の下で春を待つの、夏が過ぎれば実りの秋ね。ハーベスト、ハーベスト、インティレルフナロレイテス、ハーベスト、インティナルスイー。人という限りの夢でも構わない、それを女は永遠にできるから。不毛な恋と君は笑うだろうか。やっぱり君は幸せなんだろうね。横への夜は夢を見るの、夏が過ぎれば思いが実る。ハーベスト、ハーベスト、インティレルフララレイです。ハーベスト、インティレルスイ。3、不安定な数字 3-1、 模範的な数式。問題となるのは個の性質ではなく、ただ記号としての数量。世界が安定を求める理想。早くどれか一つを引かなければ。なぜ人は恋をするの、さわしい時に出会えないの。ただまあ、それでも私は幸せになりたいのです。いや、劣化はしてると思う。だが前より全然歌えるようになってる。楽しい。ちょっとオナニータイムしますわ。すまん。解放するわ。たーたー、今来た人びっくりかもしれんけど、スイーならスイーなら真っ赤なフルーブ、もぎ取れないのなら刈り取ればいいと。スイーならスイーなら真っ赤なフルーブ、あーでもそれは首じゃないか。ここは出ないか。二人の女、落ちた数、転がる音、数をなす数字、惹かれる音。最後に現れたのは仮面の男。彼らが消え去った後、取り残されるのは誰？ララ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 。仮面の男。はい、ありがとうございました。とんでもない発言があった。そんなことないっすよ。あれだあれ、自己満足的な。うん、はい、小松さんありがとうございます。ハッピーハロウィン。サンフラー好きとしてはたまらん。アラマリ時代一番好き。わかる。いやー、楽しく歌えたのでよし。うん、もうずっと立てなかったからね。パワーが足りてない感があるけど、意外と良かった。じゃあちょっとあざといやつでもいきますか。匿名なんだっけな、ちょっと待って。なんだっけ、なんかこれ、黒ひつぎに書いてもバレない。
おい、殴るぞ。ちょっと待って、曲名が思い出せない。と、なんだっけ。これかな？あった！はい、こう言って。スイッチパレット。あいうえおかしたかきくけこんなにも。さしすせそとクリームカードロップで一個は。立ちつってとずってきた。音ちっちゃかもしれん。ちょっと待って。これ以上。開けれるかな。OBS の音量が下がっている。え、これで変わるんぞ、めっちゃ。ちょっと待って。このせいじゃね？変わる？そっちか。変わる？OK！届け。
急に歌うよ。タラバガニさんもありがとう。おたらい11月もよろしくね。上手くなってるぞ。ありがとう。いつの間にか11月になってしまった。おし、なんか意外と低い歌の方が歌えるかもしれん。ちょっとリハビリしていこう。お付き合いください。これはどうだろう、ハロウィンっぽくね。でかいっすか。黄色いな。でかい。なるんで、フォニーです。でかすぎた。こんなもんかな、そしたら。よし。うんうんうん。この世でそかに綺麗な花はないわ。なぜならば全ては嘘でできているアンティパシーは。なになにな。これはロングやな。絶望の雨は私の傘をついて、攻め出す前髪と心の裏面煩わしいわ。いつしかことの葉はどうにか荒れ切って、ことの身が足しに売れている。鏡に映り嘘を描いて、自らを見失ったメイク。パッパッパラパパラパパパ、なぞなぞ数えて遊びましょう。タッタッタラタタラタタ、なぜなぜここで歌ってられそう。簡単なこともわからないわ、あたしってなんだっけ。それすら夜の手に降ろされて、愛のように消える消え、さよならも言えぬまま泣いた。オニオニオニ、嘘に絡まっている。あたしはオニアンティパシーは。むつキングとホニー、あるある。過去との長い嫌になり合って、色の目が肌を解いている。鏡に映る私を描いて、誰しもが見間違ったフェイク。なんだってものにもだかり、惚れぼほじて生きるのだ。今日も泳いでいる夜の電車が通り去っていく。踊り明かせよパッパラパパラパパパ、なぞなぞ騙して歌いましょう。バタッタラタタラタタタ、なぜなぜここがいたものでしょう。裏返りがむずい。まだちょっと歌えてないな。簡単な日々はわからないわ。わわわわわわ、絶望の雨は止まないわ。わわわわわわ、さよならも言えぬまま泣いた。ウニウニウニ、嘘に絡まっている。だった簡単なこともわからない、私ってなんだっけ。高いのが出ねえ。ゆう消える消える、さよならまたねとつぶやいた。ホニーホニーホニー、嘘に絡まっている。あたしはホニー、そうかだけが知っている。秘密のホニー。はーい、クソむずかった、すいません。ありがとう。
おし。お茶を濁すとか。はい、ありがとう。おし。ほな、これで。いやー、早く普通に歌えるようになりたい。いやー、久々すぎて歌うの。全然歌えなくなっとる。ハロウィンソングで締めときます。キタロウ、キタロウな、これやな。ゲー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 のゲー、朝は寝床でクークーク、楽しいな楽しいな、お化けにゃ学校も試験も何にもない。ゲー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 のゲー、みんなで歌おう、ゲーゲーゲーのゲー、ゲー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 のゲー、昼はのんびりお散歩じゃ、楽しい楽しいな、お化け長いさも仕事も何にもない。はい、これでか。ありがとうございました。よし、 BGM カムバック。はい、歌うのはまだ早かったかもしれない。つくそー、ありがとうございました。ショートリリコとキタロウって同じ方書かれてんの。逆やんけ。逆でした。はい、ちょっとずつリハビリしていこう。よし、ハロウィンを楽しく過ごしたな。はい、ハロウィンの歌でした。猫くれつながり&ハロウィンでゲゲゲの鬼太郎でした。いやー、歌いたすぎて急に解放したけど、多分これでもね、7月以降よりも声出るようにはなってるような気がする。はい、ボイトレとリハビリ頑張りましょう。なんだかんだでも1時間経ってないのか。早くない？あと何しますか。裏でなんかいろいろやっている件と、久々に歌った、あとハロウィンは終わっちゃったけど。はい、みんなお菓子ありがとう。いやー、マジで久々に歌おうと思ったね。あ、マスマル食べてた。マスマルなんかもう何にも来なくなった。アンチすら来なくなった。うん。適当に送ってもいいよ、いいやつだったら。ヘイバッスは逆に、なんだっけ、なんか、公開失望聞いてたんだったかな。マスマロ生きてるけどね。え、別にマスマロを読む配信じゃなくても送っていいっすよ、変なのじゃなければ。
変なのが寄ってきたからな。あれだよ、固定コメントに書いてあるよ、普通に。うん、固定してあるぜ。固定ツイートか。いや、なんか逆に低い声で歌う方が歌えるのは多分ごまかしが効くからじゃないかな。初めて歌聞いた人、くるみざわさん歌ったらめちゃくちゃ声変わるやんみたいになるんかな。たたたた。パンプキンの楽譜とか歌ってたかな。去年何歌ったんだろう。去年のなる、イメージ変わる。ハロウィン。イケボで激しく脅してくれませんか？なんで？そういう性癖なの。イケボ。そのイケボ。お前本当に気持ち悪いよ。脅しってなんだ？お前、死ぬよ。サイコパスショタっぽい感じが。あんた死ぬわよ、みたいになってた。細木和子みたいな。いにしえの。噛み殺すわ。噛み殺すよ。ご説教いったまん。ご存知がよくあの人に狂ってた。去年はな、こいつ瀬戸に書いてねえぞ。あれ歌、あ、2000人記念歌か。オーナーウェイ、アースモンスター、スイーツパレード。こいつ去年もスイーツパレードと歌ってた。去年と一緒。力のないババさん。ありがとう。すみません。ツイッターのマスマラとはどうしたら行きますでしょうか。リーカのツイッターを見てもらったら、固定されたツイートってのがあるから、マシュマロ。っていうとこを押してもらったら、匿名でメッセージを送れます。つべの、そう、この配信の概要欄にも、多分マシュマロの URL 載ってるの？本当に？え、載ってないと思います。うん、載ってないっす。マシュマロっての匿名でメッセージを送れるんですけど、チクチク言葉は一応送れないようになってる。死ねとか。つべの方も誰も見てないよ。パンプキンの楽譜、デビルマン、ゲゲゲの鬼太郎の鐘歌ってるやんけ。かぶってる。目指せポケモンマスター。ハッチ、晴れて晴れるや。戦争ドロー行き。え、アリプロ。アリプロ大体。もう無理かな。ちょ、ヤード。大体去年と一緒の歌歌ってる。まあ、ハロウィンなんてみんな大体一緒だって。ライオン、アゴニー、そして僕にできること、グッドナイトってなんだっけ？グッ
前と呼んだ？テイルズ・オブ・リバースの ELT のやつだ。あちらすらのなりの手をこえて、あたが好きだと言ってるじゃない。うん、ショタもね、なぜか政治にされる。マズマロクリアーの主題歌でした。グッドナイト。最近のアニメの曲全然、最近のアニメ見てない。一番最後に見たアニメはキグラスの GO!GO! の方。また会わないで。スーモンメイクその言葉。チェーンソーはね、とりあえず貯めてる、貯めてみようと思って忘れるやつ。ギリギリ9だったのか。アビスもね、まだ2期を見てないんだ。うん、見ようと思って見てないアニメがいっぱいある。水星の魔女は逆張りしています。みんな見てるぞ。ぼっちがロック、おもろいな。つからないパパさん、ありがとう、ありがとうございます。そしてまずミカさんに歌っていただきたい曲があって、迷惑でなければリクエストしてみます。もちろんお好みでなければスルーしてください。失礼しました。ありがとう。ちょっとさっき歌った通り、まだなんかボロボロではあるんですけど、歌ねえ、知ってる曲だったら歌えると思います。知ってる曲で原理的に大丈夫だったら、闇さんって草振る舞った。大丈夫、みんなにも振る舞ったさ。ゆきへさん、うるせえ、みよ、ドン。ありがとう。だってユリだって聞いたけど、ユリじゃなくなったんですよ、ガンダム。ピンク髪でインカの主人公、ふぅ、俺じゃん、ピンク髪インキャ。マックの新作っておいしい。そういえばいつもメイクさんのことは、あ、いいなんて、羽のようにくあるって、羽、バザバザ。いやもう今、お披露目、言いたいことがたくさんあるんだけど、まだ言えないから、いろいろ我慢してます。 You are so cute, thank you!タブチの方がいい。オニオンリング、辛い。あ、辛い情報助かる。辛いのはダメ。あ、紙のストローになったって本当？ヘロー、ク、イエちゃんさん、ヘロー。韓国って、ミーホーじゃなくて、ニーハーじゃなくて、カムザハムニナーは、アニョハセヨだ。うん。言いたいやつ、何個あるかな？嫁？不満じゃない、いいお知らせだよ。大切なお知らせ、か、重要告知。ではない。
How can you read my name?なんて読むの逆に。 Google さんによるとくイエちゃんレベル紙ストロンチやめな。マリリカはプラスチックにするけどガンダム今見るんだったらね、なんだっけ、なんかかっこいいタイトルのやつ、スターダストメモリーズ、ガキになる。あれなんだっけ、あのゴツゴツのサイサリスさん、ごついやつ、でかい、燃えないゴミのとこにプラとか紙ストローを入れちゃダメ。なんか逆に分別大変そうでもある。ハングル習ったかと思ったの、グーグル、アイユーズグーグル、ユーズドグーグル、008さんっていうの、あのサイザリさん、結構ねごついやつすこ。ナールさん、くんな、そう、ガンダムオタクくん、ウキウキしすぎだって。そう、ガンオタクくん、喜びすぎだって。ルーキヘイさん、008さんと聞いて。おー、ステンバイ、ステンバイ。ガンオタに餌を巻いたら、ホイホイされちゃった。BGM、ちょっと静かな曲で変わってもらえますか。 BGM がうるさいってこと、ちょっと下げます。なんかねハロウィンっぽい曲で用意してたんが、これもっと静かじゃないな。これは静かだな。ね、もう一個のバージョンがあるの。待ってな。なんか、オルコールバージョンがあるんだけど。残ったかな？ちょっと待ってね。ゴシック。オルゴネンバージョン、どっか行ったかもしれん。これのボンドがでかいだけ。これじゃなくて、もう使わんかと思って消したかも。単に音を下げるか。こんなもん？か。なんかあったかな。よくなった？スポーキーだったかな？これ。これにしとく？はい。
じます。
積み重なるゲーム。デイドリーマーさん、ありがとう。Thank you。 ハッピーハロウィン、リリカ。Here is your candy。 Thank you, candy。 海猫でさ、マリオのキャラソンでハッピーハロウィンマリアーみたいな歌があった。ほっちゃんが歌ってた。海猫の一曲多いんですけどね、多分誰もわからん。あと、四方明子さんだったりするから、むずい。歌がうますぎる。みんな、何のゲームか気になるっすよ。早く見つけないと増える。そう。積みゲーは増えるよ。ナートウキ、来た。こんばんは。ゾフトゴス年代になる超大有機性なんだよかんだよ、それが私。全然似てなかった。音もない世界に舞い降りた。あーば、クレーンにまさえる潜水するぞ。そこまですごいナストラダマス。宇宙人、未来人、超能力さん、SOS。 絶対誰かしらの掛け声が入ってしまう。雪、もう窓辺にて。スネークのやつとかすごい流行ってたな。うん、四方明子さん、ラキラキなリンリン。すごいさん、コーリリー。実は、アナザーセンチュリーエピソードは、カロリーメイトうますぎ。あれ、ふわったけど、リリカ、あれの元になって、ダーツを知ってるから。知ってるからさ。君たちはそれなんだ。っていう気持ちだったよ。うん。MMR は最初なんだよ。雪の窓辺にて。子さんアピ。それじゃないよ。ショートが好き。ショート好き多すぎる。小悪魔リリカ。小悪魔感ある。多分羽が。ちゃう。なんか羽がないとね。ホストを。誘う。地雷、女っぽい。ヒロスくん、この後、時間ある？みたいな？多分、路上でストゼロを飲んでいる。羽が、羽根帰ってきてー。いいぞ。ほい。ハーフツイン好きも多いな。おたっくん、今日、止めてくれない？お持ち帰りされてるわ。さくらくん。もう特にないんだけど、あんまり喋ってるとさ、おもろしそうだから。
こんなもんですかね。閉めようかな。はい。ケニーさん、今来たコンディリー。友達しない前に、お釣りするか。お、バルムンク、ババイラさんも。いや、もうすぐ終わるよ、多分。リュキエイさん、なんか雑談って一番さ、引き際がわからないんだよね。どこで、締めるの？リリカってどういう系の時代女？大戦車、思考性。ミリオタくん、わかんないよ。あの、踏んだら爆発するやつ、普通の。深夜は何かしら、やると思うけど。何するか、決めてないっす。雑談なんかなんだかんだだらだらね。こう、トークテーマを、ベン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 って、出して、消化していくと、あ、もう全部終わった。おー、しまい。できるんだけど。いや、特に用意してないからさ。逆に引き用を。あれは最近は、雑談で、パワーボスとかもしてたね。最近やってないせんぞ。クーさん、ありがとう。これが最後。誰が決めた？かっこ、雑談の切り時的な意味で。いや、雑談マジで、わからんのね。え、でも、パワーボスって次、すごい、広いんだ。そう、今日寝起きだからほぼ。うん。今日は洗浄しない。お物洗浄しない。うん。雑談というのは、雑な談だよ。うん。雑にお話をする。です。少し顔面ボスたい。この人がやってるのを見ると、やりたくなる。この後マック行こっかな。え、カルビ以外は辛いの？え、でもオニオンが一番美味しそうな気はする。だってなんか豪華じゃない？ハンバーガーに、オニオンリングが入ってるんですか？ちょっとぐらい辛くても、大丈夫やぞ。と思って、食べたら、痛い目を見るんだよな。もうピリ辛に何度、殺されたかわからん。いや、のかわりさんも、ありがとう、伊達さんにまで来てくださって。いや、最近、嬉しいのはね、ドラクエ、とかで、見つけてくれた人が、この配信にも、あ、パパさん、ちょっと待って、URL 貼るわ。よいしょ。パパかわいいな。パソコン苦手なのか。はい。この URL、だよ。止まる、送っちゃダメだよ、みんな。うん。ここです。力のないパパさん、ありがとう。マスマロの URL。貼りました。この間のあの曲とは別かな。君が、優しい人でよかったみたいな。じゃあ、ラクサムくん。
前振りじゃないよ。はい、怪しい URL じゃないっす。よし。辛いものいける人も、そりゃ辛くないよ。ああ、信用できねえんだって。さあ、これ何時からやってるんだ？11時半。まあ、程よいか。はい。ありがとうございます。ブラックラグーンですか。よし。お釣りを、お釣りの構えに入りましょう。ピリ辛を辛そう認識できない。嘘でしょ。あのさ、知ってる辛いのって、刺激だから、辛党の人って、ド M なんですよ。知ってた？だから辛いの、無理な人の方が、ド M じゃないんですわ。恥ずかしいね、辛いの。好きな人。辛さは通格ですから。だから、俺、辛いの、いくらでも食べれるから、って、アピールしてる人はね、あれド M アピールっすよ。いじめてくださいってことだよ。みそ。興奮作用モデルの。アピールしてください。はーい。スポットのお礼、しまーす。はーい。ハッピーハロウィンありがとう。ボストン、バナナありがとう。雪印コーヒーですら苦手。わかる。白バラも苦い。もう、なんかスパチャの画面が変わってる。大丈夫かな。いつぶかまたなんか変な変更して、漏れてないといいんだけど、まあ、逆になんか見やすくなったのかな。はい、なんかそれのせいでなんか読めてなかった、ごめんね。とボスさんと、ぐずぐずに泣き出すまで辛いの食べさせた。ルンダラーやめろよ。ぽえー。ぶん殴りてー。白悪魔さん、申し訳ないド M でした。はい、ド M 持つ。たくさん楽しかったです。ありがとう。実は意外と、レアなんですね、雑談って。ゲームばっかりしてるから。はい。ありがとう、ハロウィン、雑談。使わないパパさん、ありがとうございます。お手数をおかけしました。先日のメッセージ届いてたのですね。あぜ、同じ曲です。しつこくなってしまい、申し訳ありませんでした。あ、なるほど、同じ曲か。全然知らん曲だったけど、覚えれたら、で、はい、ムゲッツァーもバイバイありがとう。なんか、いろいろ仕様が変わってるみたいだけど、まあ、問題ないならいいや。ミミタンさん、ヘロー、バイバイ。エンディングナウ。ボーさん、バナナー、じゃない、ハッピーハロウィン、過去三十ミン、ありがとう。もうとっくにハロウィン終わって、11月になってしまったよ。大変だ。寒。服着よう。いざ。
いや、なんか今日歌ったけど久々にもうボロボロだった。お恥ずかしい。またね、もっと治ったらもうちょっとマシな音をお聞かせするぜ。ボイトレも頑張って。えなぎさん、バナナありがとう。いやでも誕生日の時は悲しくなるぐらいカスカスカスだったからまだマシ。ペンギンキングさん、ハッピーハロウィンありがとう。みなまさんありがとう。バナナ、いくらでもリスナーのバナナあげるよ。表面長楽さんありがとう。トリックオートリート、いくさん、バナナのカーリングいってありがとう。アレックさん、ハッピーハロウィンありがとう。ナギさん、ハッピーハロウィンありがとう。ナルさん、ハッピーハロウィン。プップルさん、ハッピーハロウィンありがとう。めっちゃみんなハロウィンしてんね。うん。と、ティティさん、ホットドッグありがとう。この後マック行こっかな。ワクワク。バーガーよりなんかマックカフェ、あ、いやマックカフェはもう閉店してる。1時やんけ。炭治郎さん、バナナありがとう。深夜何やろっか。今日って何曜日？月曜日かな？迷う。適当に考えます。マックカフェは10時とかに終わるんだ。坂田さん、ありがとう、リーカー。マカダミアナッツがすこ。天国へ到達した。アースモフモフさん、成仏してくれるんです。トンプーさん、お菓子ありがとう。お菓子いっぱいありがとう。なんかこのさ、かわいいロゴ、かわいいロゴがもう1年に1回しか使えないの、もったいな。でっか。じゃあ、ハッピーハロウィン貼っとくわ。あとでちゃんと消しとけよ。年に一回のお祭りが終わったよ。早い。甲賀さんも、お菓子ありがとう。チョコ食べたい。チョコ食べたい。坂田さん。マカダミアチョコありがとう。やっぱナッツはマカダミアなんだよな。ハワイのお土産ください。使わないパパさんありがとう。久々に歌いました。おそ松ありがとうございます。きなこさん、体にお気をつけてお大事に。くまさんありがとう。サンファラ掃除機もっと歌いたいけど、高音が多いからまだ無理かも。タラバガニさん、ありがとう。開幕来たら歌ってたと思うけど。急に歌うよ。ナノチはない。ナッツ類は、ダメなんだな、かな？ナッツって肉？食が食べるイメージ。お野菜と果物を食べてる。竜気兵さん、ありがとう。久々に歌えて楽しかった。力のないパパさん。はい、マシュマロ。伝わってはでよかったです。みんなもなんか応援メッセージとかは、
いにょ。クソマル、送るなよ。うん、イルケイさん、売れてみよう。いや、水星の魔女流行りすぎじゃないか。ガンダム普段見てない人がさ、見てるんだろうな。でもユリアニメじゃないらしいから。うん、でも普通にモビルスーツかっこいいなと思った。あの紫のやつとか。リリカガンダム作ってもいいよ、ガンブラーで。と、デイドリーマーさん、ありがとう。はい、ハッピーハロウィン、Thank you。 もう終わってしまった。 I want candy、 チョコレート、ケーキ。水星の魔女はガンダム、ローゼンズール、なんか紫のやつ。あー、かっこいい。これ見たことある、動物園で。これ動物園で見たことある、多分。と、ルーケーさん、ありがとう。スラグを外した、スラグを脱いださ、ハーフツインの地雷ガール感、すこ。ヘッドドレスだと、ヘッドドレスだと高級感が出ちゃうから、やっぱこれかな。はい、ハート。おたくん、あっちでとざらを飲もう。うん、いくさん、ありがとう。はい、雑談、意外とみんな来てくれて嬉しかった、ありがとう。かわいいっすよ。ヘッドドレス頭揺れさ、なんでよ。頭良さそうじゃない、逆に。ウィングゼロのエンドレスワルツ版のカラー。あ、エンドレスワルツってあの、羽バッサーのやつ？つからないパパさん。はい、ここのリクエスト、ありがとう。いや、歌ねえ、あんまし自信ないから、なんかリクエストとかしてもらえると、嬉しいです。承認欲求は、満たされちゃうぜ。ありがとうございます。いや、でも本当に、早くまともに歌いたい。今日はだいぶマシだったけど、まだうまいこと出ない。国立医大はよ。12月十何日とかなんだよ、遠くないっすか。それまでツーブラリンなん。いや、ボスさん、バナナ、ありがとう。もう配信しててもすぐ、立つか、12月とか。こりゃ、つかいさん、コーン、リリ、おっち、リリ。リリカガンプラ作るんだったらさ、あの、モビルドール、サラちゃん。あれを改造してよ。あれを改造してさ、なんかプリキュアとか、2B とか作ってる人いた。
どういう技術なん？すごい。セルはクマさん、申し訳ないド M でした。はい、ド M オッツー、ありがとう。マック食べたくなってきた。終わったら食べに行く。買いに行く。使わないパパさん、ありがとう。なんかね、某箱の二人が歌ってたのは聞いたことあった。もうずっと聞いてます。いや、最近の僕ら本当に全然知らなくて、ゾンビってのマジで何知らない。クイーンも知らない。時代に遅れてるよ。歌う曲をやっても古い曲ばっかり歌います。どうせみんなその方がわかるでしょ。サラちゃんおっぱいが足りない。そりゃモルペコしたものって昭和の曲、旅人よみたいな。なんだこれ、異邦人。違う、ハンカチよ。東へと帰る列車って、演歌はね、津軽海峡はここらん。恋人か。恋人よ、僕は旅立つ。出ない。むげちゃん、バイバイの歌。歌？バイバイの歌ってなんだ。バイバイありがとう。ステッカー。バイバーイ。ゆきまるさん、ありがとう。ハッピーハロウィン。日付変わってしまいましたが、めっちゃ楽しいハロウィン配信でした。歌もめっちゃ可愛かった。あー、なんかハロウィンなのに。全然大したことしてないですわ。楽しんでもらえたらよかった。来年は、歌とか、出せたらいいな。みんな結構さ、歌見たとか出してたから、ハロウィンの。そういうのやりたい。イベントの時の、おいしいお菓子、食べたい。今、冷蔵庫には、モンスターと、ララクラッシュ、こんにゃく畑しかない。と、ムソクンさん、ありがとう。お疲れ、ボイトレ頑張ってランド、定期通院偉い、サムネが可愛い、で、とても良きでした。久々の、ごたよかったし、とても楽しかった。いいお知らせも、来たい。毎日ついつい可愛いぞ。ありがとう。サムネのイラストめっちゃくちゃいいので、またなんかの時に使えたん。全体がもんや、今度使う時に言おう。違うとことか見せよう。本当に素晴らしいの書いてもらった。さすがモンパー先生。いやー、ボイトでもね、なんか多分喉は完全に治らないとあんまり効果が発揮されないから、共存させていきましょう。なんだっけ、国立医大にも、見てもらわんとな。まあなんか何にも、大変なことになってるわけではないから、急ぐ必要はないんだけど。ダメージが完全に回復するまで、身を隠すか、ゼロ。はい、いいお知らせは、そのうちできると思うので、よろしくお願いします。超楽しみです。いろいろと。
ールサラちゃん。あれさ、ウィングガンダムの羽バスターナッツ合体させられないの。そしたらなんかいい感じにリーカになるんじゃん。と、使うのいっぱばさん。サンキュー、ありがとう。はい、今日も見たかったありがとうございました。ひわと久々の雑談でした。デスサインズヒル、そう、死神のやつでしょ。はい、ありがとう。ではでは、お釣りにしましょうかね。ニーヒデヤリに似てるとあるの？羽つけて、ニーヒルみたいな、槍。お釣りにします。月光町エフェクト。HGPCK。なんか他に羽があるんだ。BC って何ぞ。あのたくん、説明してくれないとわからないよ。ニーヒルじゃない、ニーヒル。エルデンリング。お、イクさんありがとう。じゃない。びっくりした。足マフだった。お、中の人か？天国へ到達した。足マフ。はい。アズモフありがとう。無理をするな、グッドラック。グッドラックいつも言ってるイメージだったから、別人だったわ。モイルデンずっとやってなっから、ニーヒル懐いな、もはや。天使の羽パーツがあるんだ。遅れた分、歌恥ずかしい。ちょっとママの歌とか、うますぎて、お粗末なんですけど。喉が治りきったら、マシな歌を、もうちょっと、いいものを、お聞かせしますよ。美味しんぼのような。はい。では、お釣りします。ひろくん、コーン釣り入り。ホーパー先生、ありがとう。お佐藤さん、きまるさん、小松さん、月のんさん、きゅうさん、エコアさん、ワギンさん、コウガさん、EV さん、表面張力さん、イクスさん、アルファルさん、ナギさん、ザイレイさん、ムゲツさん、ジュキエイさん、ロインマックさん、ダイさん、ナラクラマナさん、ハムスターさん、ペンギンキングさん、アキーラさん、ギョーさん、カコカリさん、ティアフラックさん、クマシーさん、ボンさん、ムソクンさん、ネクセルプララさん、サイリュウさん、ムツキネコさん、ヒロくん、TT さん、コンドウさん、ボスさん、キツネうどんさん、コンドウさん、ヤエの香りさん、アーシモフのグッドラックだったんだ。その元ネタを知ることができた。ほう。ボスさん、キツネうどんさん、あれ、ループしてる。ゆえのかわりさん。